まずは試合お疲れ様でした。グループリーグ通して、まずチームとしてテーマがあったと思うんですけれども、まあ、収穫だったり課題っていうところそれぞれなんか、通じてなんか思われたことっていうところで振り返りをまずいただければと思います。そうですね、まずやっぱグループステージ突破を目指した中で3連敗してしまったっていうことはしっかり、受け止めなきゃいけないっていうふうに考えています。でその中で、まあ、今まで自分たちが経験した、対戦相手よりもやっぱり強かったっていうところ でもっと今後自分たちが目指していかなきゃいけないところに近づくためにはっていうところがもう少しもしかしたらすごい明確になったのかなっていうふうに感じてます。でその中でも3連敗してしまいましたけれども、初戦から2戦目そして3戦目と、少しずつチームの中での変化いい意味で変化っていうのは見られたので、その部分をまた今後も目指して強化していけるようにしたいと思います。でその中で、課題としてはやっぱりもうちょっと、講師においてお互いのコミュニケーションを取りながら連携の質を上げれたらいいのかなっていうところと、良かったところに関しては、試合を通すごとに、選手の一体感だったり戦う姿勢だったり最後まで諦めない姿勢っていうところは非常に良かったと思うので、今後そこにプラス、技術だったり戦術っていうのを上乗せできればいいチームになると思うので、そこを選手と一緒に向き合って頑張っていきたいと思います。また今シーズン続くと思います。期待します。ありがとうございました。